スタンバイ。はい。お願いします。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。はい。なかなかお強い。全然使ってないです。組んだ時も。組み直せばいいんですからね。どうしても。それの前に次は。こんな強くなると思わなかったですね。エクシーズがこんな強くなると思わなかったですね。確かに。はい、大丈夫です。結構これまでしたの。どうしましょう。まあ、ニビル。ちょっと怖いですね。はい、大丈夫です。無限法要、無限法要、無限法要っていうか、無限法要っていうか、ヘタレみたいな。なるほど。ヘタレみたいな。すごい。
これ、こういうクランプですか。2700ですか。あれホールだしな。失礼しない。サーチしてないってことはホールなんだ。ロード出したかったからね。ワンチャンずっと出せるのもあれ、サーチしてたから。一番あり得るのは、あれもあったら負けだしな。はい、こことここ除外して、アドラメラ克服しようか。バトルフェイズ行きたいです。はい、じゃあ、アドラメラ克服しよう。いいですよね。ですよね。飛ばしてもしょうがないね。ないと思います。インターンエクスドット飛ばすのはありますけど、まあ、あれです。言うてるだ。ベースにも切れないはずだ。いや、もうった。さすがには引けてるは最強ですね。一応バトルフェイズ終了でメイン続いてます。はい、はい、はい、剣の死体です。おぉ、うまれ、ということは、あー、煉獄共演か。まあ、いかんペースだろ。いや、まあ、共演、果たして共演はしてます。頑張れ。はい、どうぞ。うま、何もないです。ハット、はい、どうぞ。画面残ってよかった。1枚だったら飛ばされる。それが優しいですか。はい、大丈夫です。1戦なんじゃいの。大丈夫です。はい、大丈夫です。回収します。何かありますか。ないです。なんだよ、あの1戦わからん。女優もやったらよかったんですけどね。はい、静子、静子、17、2500、はい、3000は受けるしかないですね。はい、バトルフェイズ中ホールスラスター効果。はい、死んでる。死んでる。安泰って。まあ、いや、まあ、違う、全然楽勝で。リズがやばい。いや、裏だと突撃だった。裏だと突撃。ガミなかったらそこで止まった。ああ、でも結構すぐ止まったな。何枚だはずなの。まあ、でもそれだけでもだいぶ違うし。一体出せれば。思います。モンスターゲート引いてた。ああ、3枚。大丈夫です。はい、タキオン4、3、違う店、安い方。はい、安い方。いやまあこれはさすがにいくつかな。何もそっかな。何か、はい、大丈夫です。カードデザインするなよ。まあ、前提だと思ったんだよね。まあ、最近多いからね、そういう点は。
たら絶対おかしいと思うんだよね。絶対ランク2体出るやつじゃねえ。終わり。じゃあ、どうぞ。中あります。どうぞ。じゃあ、スタンバイ。はい、メインで。どうぞ。あれは、そいつは死んだことないんですよ、私。そう、これはもう。動けない。強っ。なんじゃこれ。絶対に殺せないやつや。いやもう上がるだよ。
はい、あーちょっと後手型、後手型はやっぱしですけど、ある程度、ある程度というか運に左右されてしまうけど